改めまして、こんばんは。ザ・サークルと言います、ね、どこにでもある名前ですが、今では、私たちは1973年にできましたので、昭和48年ちょっとだいぶ古いですよね。まだ皆さんが生まれてないか分かりません。その頃からやってましてね。それで最近はですね、うちのザ・サークルよりもっと有名なねものができましてね、今日来たらここの前にやったんですよ。サークル系、私たちが生まれた時にはサークル系なんかなかったんですがね、いつの間にか向こうの方が有名になりまして、まあそういうことでもうね、今度はこの前を通っていただいたら、あのバンドの名前と同じやなと言って、それで私加藤って言うんですよ。K なんですよ、ザ・サークル K なんですてなことを言うて、うちのバンドの名前を覚えていただくように、言っておりますが、ではまあカントリーの有名な曲でカントリーロードっていうのをぜひ聴いていただきたいと思います。